キーポイント。ザッキーポイントです。お願いします。頑張っていきましょう。いや突然なんですけど、どうしました？最近世の中物騒やん。まあ確かにね。夜道を一人で歩いてたら、うん、男でも怖いなって思う。あるね。だったらね、俺この間テレビ見たんだけども、護身術なんて覚えたらすごい役に立つんちゃう。はあ。だからどうしよっかなと思ってさ。聞いてた？え？聞いてた？で、護身術はどうって提案したよね。いや、護身術って難しそうやんか。いや、俺が見たやつは簡単そうやったで。護身術覚えるくらいなら、うん、公認会計士の資格取った方が簡単そう。いや、バチクソむずいよお前あれ。いや、今から俺護身術見せるからさ、お前は俺のこと襲ってきて。いやー、ああ、ちょっと。ちょっと。護身術の前に俺五輪中になっちゃうよお前。こうやってバッてくる感じで大好きかおい、俺のこと大好きかお前は。じゃあ後ろから首絞める感じやんか。じゃあ本気はやめてよ。そんな本気やと俺死んでまうやないかお前。そんな思うんじゃお前。そんな笑いたかったら客席行けよお前。行ったらあかんてお前な。じゃあお前が行ってもうたら俺一人になってお前、ペッペロペッペッペッみたいなんで笑い取らなあかんなるやろお前。ペッペロペッペッペ考えんなよこんなとこだけな。じゃあ後ろからここを掴む感じで、そうそう、そしたらな、相手の手を取ってこうやってこうやってこうやってこう、変な声出すなお前は。ごめん、気持ち悪い声出さんでええから、うん、今度はお前がやってみろやな。こうやって後ろから、はい、襲ってきました。はっ、ほら、どうすね、ほら、はっ、よいしょ。フェイントは無理やろ、なんとかして逃げ出せやろ。あ、お空からお迎えが来るの、僕は月の王子様だから。現実からは逃げ出すな。なんとかして終わらせて。何言うてんねん、萌えはどうも、よいしょ。終わらすかお前、そんなんで。何をしとんねんお前はな、ちゃんとせえよお前は。諦めた。諦めんなって、何されるか分からんよ。いいね、人間は死ぬのが早いか遅いか、ただそれだけ。悟ったこと言うじゃねえお前はよ。ちゃんとせえよお前な。おい、なあ、お前首座ってないんかおい。どういうこと？もう分からんかったら近くの人に助け求めるとか。助けてください。俺にじゃなくて、助けて叫ぶの。別に助けなんかいらないんだから。ツンデレいらんからさ、もう俺がやったこと思い出してやってみてよ。ペッペロペッペッペッ。それじゃねえわ。おいおい、